高見です。やっぱしアイマツの話になると、毎回長くなる、高見の部屋ですが、今回もアイドルマスターミヨンライブについて語ってもらいます。前回抹茶千代さんの推しを決めるという話で1話終わってしまったので、今回は、カステララさんに、梅太郎さんと第3の、推しを選んでもらおうと思います。それでは早速お願いします。はい、好きな周年曲はフライヤーズ、カステララです。はい、サクサクやっていきましょう。はい、じゃあ梅太郎くんの好みを先に聞いてたんですよ。ちょっと S 系がある女の人がいいというのが御所もやったので、その中でカステララが選びましたのが、もう育児みたいなもんやのやってること、はい、もしかしんだんだけど、はい、そうそうそう、天空橋友香、え、来た、小祝小鳥さんが声を当ててますね。はい、メンサ会員のあのメンサ会員のめちゃくちゃ頭がいいと、そう、はい、で天空橋友香、こう見えて15歳、ほう、梅太郎より年下です。ほう、まあまあそれはそうなんですけど、あの聖母と呼ばれてまして、非常に穏やかな包容力がある。で、天空騎士団と呼ばれる小豚ちゃんをいっぱい親衛隊として抱えているという、15歳にしてそういうスタンスを持った達観した女の子なんです。で、まあ穏やかな口調でこうプロデューサーに、なんでこんな仕事入れたんですかねみたいなことを言ってる。どうや？言われたいです、ね。言われたい。いい感じやったらしい。はい、もうどもならないで、はい、次え、まだ、え、まだあ、まだ語りたい、はい、どうぞ。ともかのいいところはそういうところもあるんですけど、ただ15歳としてちょっとボロが出る時があるんですよね。聖母としてよりもその年相応の女の子を見せる時は、こういう格好してる時もそうなんですけど、ちょっとそういうところを見せる時がまた可愛いので、ぜひミニオンライブシアターデイズなどでちょっとこの子と触れ合っていただきたいなと思います。はい、トリカゴスクリプチュアがおすすめ曲。はいはいはい、じゃあ 次どうぞ。じゃあ次行きましょうか。で、ちょっとごめんなさい、今回絵を用意してないんですけど、第3の方はちょっとクールでイケメン風なところがあるんだけど、ちょっと残念なところが欲しいという欲しいですね要望やったので、それでおすすめできるのが最上静香。やっ、まあ、これは俗に言う御三家みたいなことですね。赤、青、三色信号の青、メインの青担当の歌がうまい子っていうアイマス伝統のポジション。赤見さんポジションね。そうですね。ちはやのポジションですね。はい、でこの子は、まあ、クールで非常にストイック で、うん、でこの子もその中学生でアイドルをやってるんやけども、父親の反対を受けていて、中学生の間だけやぞという約束を設けられているというちょっと厳しいところで、私には時間がないんです。あ、ちょっと違うなっちゃったけど。っていうキャラなので、ちょっと非常にストイックでやってるんだけども、そこが、メインの春日未来、はい、まあ、慎吾の赤、はるかの子、はい、一番メインのセンターの子ですね。主人公ですね。うん、この子と、触れ合ってアイドルを目指していく中で、それぞれの強みとか弱みとかを見る中で、励まし合いながら、高め合いながらやっていくっていうのが非常にいいキャラなんですけど、ちょっと残念なところが、あのアイマス独特の文化なんですけど、声優の属性がなぜか付与されていくという不思議な傾向がありまして、うん、まあ、言うなればこの、あ、言うの忘れたけど、田所あずささんチーム、もしも料理できんのか、料理じゃないです、じゃあ分かんないです、なんか残念なんです有名なのがそのサンキューっていう曲がメインであるんですけど、そのサードライブですかな、で最後に曲を紹介するっていう時に、サンキューっていう曲を言う前にありがとうっていう決まりがあったんですけど、先にサンキューって言っちゃったありがサンキューになっちゃった。これはぜひ動画で見てほしいんですけど口で言ってもなかなか面白さが伝わらないんですけど、ライブを見よう、ライブを見れば本当にミリオンライブはね、本当にミリオンライブってついてるぐらいライブが非常に力入れてまして、一遍ライブを見てくれれば、その声優さんとしてやってる中でもキャラの中で魅力が見つかるかなというのもありますので、気に入った歌、気に入った声優、気に入ったライブ演出、気に入ったタケノコダンスなどがあれば、それを目当てに見るというのもありかと思います。で、最上静香の魅力としてはそういうところですね。あと、うどんが大好き。うどんは世界一なんです。うどんは、ね、お弁当にうどんを持ってくるっていうぐらい、袋しかも手作りで
ストイックなんですよ。ストイックとは。うどんを弁当に持ってくるあたりとか。そうですね、若干、若干そういうところが不器用なところもまたいいっていうところですね。はい、まっすぐかも。教えてくれてありがたいしっていう。うまいこと欲しめられてしまってたな。以上でよろしいですか。はい、大きくなくな。アニメもよろしくね、ゲームもよろしくね。はい、じゃあそんな感じで、今回3話にわたって、語ってもらいましたが、どうですか皆さん、アイドルマスターミリオンライブについて何か感じました？というか、そうです。はい、はい、ね、この今回カステラさんの大暴走のこのプレゼンに皆さん、作品と、この作品についてなんか一人でも興味を持ってくれる人がいたらいいなと僕は個人的に思いました。最後にじゃあカステラさん一言お願いします。そうですね、まあミリオンライブの本当の一番最初の魅力としてありがとうっていうテーマが必ずあって、そのアニメの中でも必ず1話で1回はありがとうを誰かが言ってるっていうか、そのありがとうの気持ちをちゃんと伝えるっていうためにこの頃はアイドルをやってるというのを分かっていただきたい。でこの動画を見てくれてありがサンキュー。はい、じゃあ米太郎さんどうです、このプレゼンを聞いてちょっと興味持ちましたか。友香さんどうですか。もう心をくすぐられる、存在を教えてもらったんで、まあ、とりあえずライブをまずは見てみようと思います。じゃあ1週間後に確認取ります。また後で見せるから。ダイさんどうですか。そうですね、あのキャラに声優の、あの要素が乗るっていう、あの関西弁途中でしゃべり出したホイールジャックみたいな要素が結構僕好きなんで一回チェックしてみようかなと思います。はい、ありがとうございます。関西弁といえば横山直。はい、ちょっとどうもなりませんが、皆さん最後までご付き合いありがとうございました。アイマスシリーズはいつもこうなっちゃうんで、僕は会話の外ですが、次回はもうちょっと乗れたらいいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。はい、はいはい、以上、チャンネル登録もよろしくね。じゃあ次のアイマスで会いましょう。